つぼいのつぼです。はい、ゲルゲル Q さんからいただいております。滋賀県の方ですけれども、ところで1997年に、神戸市須磨区で起きた神戸連続児童殺傷事件から18年、加害男性元少年 A が自らの心の内を綴った手記、舌下、歌が途絶えるとか言って、はい、舌下というんですかね、はい、が6月11日に発売されるそうです。彼は当時14歳の中学生だったこともあり、社会に大きな衝動を与え、同じ兵庫県の小高さんにとってもとてもショッキングな事件だったとは思うんですが、この本の出版に関して被害者のご両親はどのように思っておられるんでしょうか。18年という月日が経ったと言っても一生背負っていかなければならないこの事件、大変お辛い本の出版だと想像できます。元少年 A がこの本をどのような意図で出版されるのかはわかりませんが、これで一応の幕引きみたいな形の本の出版にはしないでほしいと思います、クリオネブルドッグさんからも、ああもうそういえばそんなに経つんですねという、18年というのは一般でふっと考えると随分昔のように見えますけども、僕らが今この事件からふっと印象的にはとこの人とも同じか、はい、もうそんな経つの、ということでしょ、はい、僕ら関係ない人たちでもそんなに経つのというんであるならば、おそらく被害者の方にとっては、はい、ご遺族の方にとっては昨日のことのようにまだまだ生々しい話だと思いますけどね。そして式に関してですが、内容もそうですが、印税の行方が気になります。元はとはいえ加害者ですけども、謝罪の意味でも被害者遺族へというのも心情とはいえ、生活もありますから、純粋に収入源としてしても罪ではないわけで、30過ぎまで今までどんな生活を送ってきたのか、罪の意識に苛まれて過ごしたのか、何にしてもこれ気になります。A69 助さんからも、これってどうなんですか、遺族の気持ちを魚でしてんじゃないですか、魚でしてました、なんか聞いてましたら、はい、いろんなニュースを、お父さんはやっぱりちょっと理解できないということでね、反発されてましたね。はい、クロちゃんからいただいておりますけれどもね、で、先ほどの初版が10万部が決まっており、それだけで加害者に入ってくる印税は1200万円、まだ印税の使い道は分かってませんが、これどうするんでしょうかねと、まあ、出版社の社長は社会意義のためとか言ってるみたいですけども、どうなんでしょうかね。被害者にまず許可を得てからではないでしょうかねという、ご意見。プクのおばさんからもいただいております。私読んでませんが、事件のことが書かれてるそうで、なんで本なんか出したんでしょう、犯人に怪我させられた、ね、あの被害者とか大事な子供を無残に殺された遺族の方々の気持ちを逆なでする行為のように思いますけどもね。朝からめぼういじゅんさんからも、なんかこれ反省もしてないし、あんな、こと事件や裁判を被害者家族に了解も得ず式を出してしまって、そんなに本を出したいんなら本名素顔さらしてマスメディアに出てみろと言いたいです。また匿名で榊原生徒を名乗るんじゃないでしょうかね。ほっこり、小春日和さんからも、なんか読みたくもないし知りたくもないなと思います。マスコミ他にワイドショーで取り上げるというシステム、マスコミ特にかワイドショーで取り上げるというシステム、耳から、目から耳から入ってくる情報に吐き気がしました。あの犯人がもうすでに社会に出てきているという事実にもゾッとしましたということで、まあ、少年犯罪だったですからね、言ってみればね、という、まあ、これも本当にあの、ね、家族、ご遺族の方にとっては、まあ、非常にこの嫌な事件だったと思いますけどもね。反省とか、こう、いろんなことを考えてっていう、その18年の中で、どんな心の動きが自分にあったかって、本当にいろいろ心が動いたんだったら、それを言いたいっていう気持ちは分からないでもないんですけれども、それを、あの、まず、被害者のその、ご家族の方、ご遺族の方に、それをちゃんと説明して、その次だと思うんですが、そこはやれてたのかなと。やれてないから、びっくりしましたって言ってますもん。なんか、
手記を出すことは報道で知りましたと、あの今日の中日新聞には載ってますね。ということは、これ出すんかということなんでしょうかね、はい、ただまあさっきのお便りの中で反省はしてないということですが、本の中では反省はしてるみたいですね。反省をする文章はあった。反省の気持ちをみんなに知ってもらいたいっていうことだとは思うんですけれども、それは本来やっぱり関係者ご遺族の方々にまずは言って、そこはまずですよね、許してもらえるかどうかは分かりませんよ、それはね、だけどそこはまず言うべきところ、これがなかなかこうやれてなかったのかなという気が、お父さんのコメントなんかを見るとね、思いますね。という、皆さんはどんなふうにお感じになりますでしょうか。